金華市は中華人民共和国石膏省に位置する地球市。気候は亜熱帯季節風気候に属し、四季がはっきりとしている。金華ハムで名が知られている金華市は豚のほか鳥やカモも盛んに飼育されている。温暖湿潤気候に属し、年間平均気温は摂氏18度。金華市は春秋時代は越国に属し、旗館内は 海警軍の下にカラス省圏が設置された。266年、クレは軍名を東洋軍と解消され、近海の軍府県地はここに始まる。東洋軍は、洋州に属し、その下部に、朝山県、カラス省県、栄光県、高安市県、豊安県、太島津県、新安県、定洋県、ピョンチャン県の9県を管轄し、軍地は朝山県に設置された。 五百五十六年、針は新州を設置したが、五百六十二年に廃止。東洋軍は金華軍と解消され、金華の地名が初めて登場する。五百九十三年、隅町は金華州を州に解消。六百七年には再び東洋軍が改めて設置された。六百二十一年、東洋軍は州に解消され、信康県には区州が 新たに設置されている。742年に一時州が東洋軍に戻されるが、758年にに州に戻され草原台まで添い重ねされた。1276年、州政が廃止され、州路が設置されたが、1358年、州県省が州路を占拠するとネコシフと解消され、1360年に金華府とされた。秋尾では金華府は、 金華県、ランダニ県東洋県、義阜県、栄光県、竹吉県、浦井県、湯京県の八県を管轄したことより八の遺症を有すようになった。1914年、中華民国は金華道を設置し、九九州、原州府を管轄した。1927年に、道制の廃止に伴い、各県は、石膏上直轄と改変された。 1932年6月、石膏省県政観察船員ベンジどころ、第8区を金貨に設置設置。9月には、石膏省特区行政、正しさし船員ベンジどころ、第6特区が設置された。1949年9月、金貨が中国共産党の勢力下に置かれると、石膏省第8行政区が設置。翌月には、金貨選区と解消された。 1955年3月には、九州選区が統合され、その後は、甲州市、霊水市など隣接する行政区との管轄範囲の調整が実施されている。1968年4月、金華選区は、金華地区に改編。1985年5月には、金華地区が廃止となり、研究市であった金華市、九州市を地球市に昇格させ、上区 ランダニシ、金華県、栄光県、竹吉県、東洋県、岩安、県、岐阜県、浦江県の7県を管轄し、旧金華地区が管轄した、流油県、開花県、上山県、高山県は、九州市の管轄とされた。その後、岐阜県、東洋県、栄光県が研究市に、昇格、2002年12月に、金華県は、金安幕に改変され現在に至る。 西勝つ4四県級、市、三県を管轄する、金貨地区金華市、ありがとうございます。